はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もドラゴンクエストトレジャーズやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、皆さん、レベル上げ、どこでやってますか？龍玉の迷宮でやってるっていう人も多いのではないでしょうか？俺もね、龍玉の迷宮で上げてたんだよね。で、実際のところ、最速でレベル99にする場所って、ここだと思う。マジで、ここ早いです。ロードの画面を見てください。翡翠スライムが、このデータの時、レベル55でしょ。うん。これが、駅に着いた時のオートセーブなんだけども、55で、翡翠スライムを連れてきました。それから、時間を見てください。1時間半かかってないですね。1時間半かからずに、翡翠スライム、レベル98です。あと、おそらく2分ぐらいでレベル99になるんですけども、めちゃくちゃ早くないですか？ 55 から99だよ。一番上がりにくい、レベル帯にいるんですけども、この速さでレベルを99まで持っていくことができます。ちょっと今日はね、これを紹介したいと思います。まあ、やってる人もね、いるかもしれないんですけども、まず場所の説明ですね。ちょっと場所の説明からやっていきます。ちょっと戻るね。で、この上に、駅があるんですよね。オアシスの駅です。うん、オアシスの駅が、ここにあるんだけども、まあ、こっからスタートすると思ってください。まず、オアシスの駅を出まして、目の前にオアシスがあるよね。で、これを渡って、先の岩場の方から、ハイジャンプで上に登っていきます。こっからハイジャンプで上に登るよね。あー、痛い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 。ハイジャンプ。で、そして、先に進んでいきまして、目の前の岩場の方に、滑空で飛んでいく場所があるんだよね。ここ行って、ここ。目の前に青い線が見えるんだけども、ここは滑空でね、先に飛んでいけるのよ。こう行きます。で、ここで山の方まで着いたら、この山をハイジャンプで上に向かって、進んでいきましょう。マスカルの大風穴か？まあ、なんかそういう名前のところだね。オッケー。もうこう山でね、なんか登れそうにないんだけども、全然ハイジャンプで登っていけるので、登ってください。で、マドラスの岩砲か。ここに着きました。そうすると、こういう場所に来ますね。こういう場所に。で、ここ。ここですね。ここで、セーブしてください。うん、ここで。まあ、場所をわかると思うんだけどね。登ってきたところに、ひょこっとこうね、岩があるんだよね。ここの上で、セーブをします。セーブ。で、ロードですね。で、今回俺は、ロードしたんだけども、来たすぐには、もう、敵がいるので、ロードしなくていいです。うん。まず、メタキンをここでね、カチ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 やって、出してください。先の方の、あ、手前の方か。のメガストーカーが、メタキンに変わりますので。で、変わったらば、目の前の岩、この上に登って、ここから、撃ちます。うん、遠距離射撃をします。弾が、これです。強ハンマー弾。ですね。強のハンマー弾を撃ちます。強ハンマー弾だったら、メタキン一撃で倒せるんですよ。倒しました。で、倒したら、ここに来て、また先ほどの岩の上ですね。この岩の上に来て、で、セーブして、あ、待って、セーブをして、で、ロードですね。で、戻ってきました。このね、一連の流れ、まずは、ロードして戻る。で、メタキンを出す。で、こっちに登って倒す。倒すよね。んで、またここに登って、セーブをする。
うん。で、セーブをしたら、ロードをする。だね。だいたいこの一連の流れが、50秒ぐらい、1分かからないぐらいで、一周できるんですよ。で、それで、1回12万の経験値が入るので、ガシガシ上がっていきます。ここはね、マジで、すごく早いので、おすすめですね。で、またメタキンのね、おしゃれさんの厳選とかもここでできると思うので、うん。まあ、厳選したい人はここでやってもいいですね。俺もちょっと厳選しようと思います。あ、で、敵を、狙撃するでしょ？狙撃した後は、十字キーの下で集まれを押した方がいいです。集まれを押さないと、敵の方に仲間モンスターが向かっていって戦闘になってしまいますので、撃ち抜いたらすぐにこの集まれで、集める。それをやった方が、早く進めますのでおすすめです。はい。まあ、今日は場所とね、やり方説明しましたけども、多分やってる人もいるかもしれません。うん。ここはね、早い。レベル55から99まで1時間半で上げることができました。めちゃくちゃ早いので、ぜひ皆さんやってみてください。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。